Hello everyone, welcome back to Ogo Power. I'm Ogo and this is another episode of Lost Judgment where we are going to start with chapter 11, Undercover. Kuwana to Yagami ni shinobi yoru kage. Nihon saidai no jouhou kikan de aru kouan no nerai wa Kuroshou no jimu jikan Kusumoto Reiko ni atta.彼女は5年前、桑名の手引きにより、息子を追い詰めた河合信也を殺害。長きにわたって隠されてきたその秘密が、新たな闇を呼び寄せていた。I'm not entirely sure, but chapter 11 might even be the last chapter.Yeah, we will see. さすがつくも、よく突き止めたな。楠本充の入院先は厚労省近くのそれなりの病院だろうと当たりをつけました。そこで数を絞れたので、あとは努力と根性でなんとか。That was her son. Sorry. で、たどり着いたのが東都大病院ってことか。楠本充はそこで眠り続けてんだな。ええ、楠本玲子は13年間ほぼ毎晩息子の病室を見舞ってます。事務次官になってからもずっとです。八神氏たちが彼女と直接会いたいのならそこへ行くのがベストでしょう。しかしよ八神、お前マジで楠本玲子に自首させんのか。なあ、そのつもり。相手は官僚のトップだ。それが殺しをやってたなんてことになったら日本中が大騒ぎになるぞ。そんな秘密を隠すから他の誰かがツケを払わされんだ、沢先生みたいにな。うん、そうだよ。それに楠本玲子が河合殺しで自首すれば公安にはもう動く理由がなくなる。RK をかばう理由もな。そうしたら警察は沢先生の件で相馬を追えるようになるはずだ。確かに僕もそう思います。ただ桑名さんは反対してるんだよね、楠本玲子に自首なんかさせないって。ああ、だから今回はあいつに内緒で動く。楠本玲子を直撃するってことだよな。でも向こうにはずっと公安が張り付いてんだろ。そこは抜かりなく対策してますから。僕らプロの探偵だよ。対策って？まあいいから。八神さん、僕はちょっと準備があるから先に出るね。後から東都大病院に来て。わかった。それじゃ。俺は何をすりゃいいんだ、八神。Good question. お前は RK に昔の知り合いとかいない？相馬と阿久津の居所を探ってほしいんだ。できるか？おい、お前だ。そんなこと俺に。できねえわけねえだろうが。元登場会で RK に出入りしてんのを何人か知ってる。頼んだ。でも気をつけてな。スパイしてんのがバレたら結構ヤバい相手だぞ。抜かりねえよ。俺はプロの元ヤクザだからな。んじゃ。あの人は口が悪いだけでいつも協力的ですな。ああ、なんか最近暇してたらしい。いっそ八神氏の事務所でスカウトしたらどうです？海藤さんが復帰してきたら相談してみるよ。それより悪いな、つくも。また杉浦借りちゃって。何を今さら、水臭いですぞ。では、これにて。I should head to Tōtō University Hospital and convince Reiko Kusumo to turn herself in.I thought so. Everything here is
done. Decorations. Oh, kitty. Ah, up there. Hey there, buddy. Play pass. Well, technically I don't need it anymore because I have the special one. That lets me play infinitely. Okay, also I wanna double check if there is... Not really. Okay, well, then... So, another play pass. Okay. I guess on the right is a little bit shorter. Just a little bit. Yeah, let's go to the hospital. Don't really know what else to do there, to be honest. Since I think I did all the side content. Oh, that's our friend. Yeah. この辺を一回りしたらまた病院前に戻ってきます。その間だけお時間をください。あなたたちは？俺らは探偵で北方先生とも話をしています。ミツル君のことやそれから5年前。河合深夜に何があったかも知っています。何の話か分かりません。結構です。ただまずはっきりさせたいんですが、俺たちはあなたの敵じゃありません。そうなら御用は何です？真実を伺いたいんです。あなたの口から河合深夜を殺害した件について。そんなことはしていません。 Do we believe her or not? 先日北方先生から電話がかかってきましたよね。彼は今クアナと名乗り、偉人町で便利屋をしています。あなたに電話をかけてきたのはあることを確かめるためでした。あること？あなたが公安に監視されているかどうかをです。公安ですか。Is she surprised at all? Or maybe she already had a hunch? 結果から言うと、あなたの携帯は盗聴されてました。その通話相手は GPS で逆探知までされます。携帯の逆探知にはどうしても電話会社の協力がいるらしくって、そんなことがこっそりできるとしたら日本じゃまず公安だけです。その公安があなたの弱みを握ろうと桑名を追っています。今の状況がわかりますか、楠本さん。あなたは官僚として特殊な存在みたいですね。ずっと出世ルートを外れていたのに、主流派が軒並み失脚して突然抜擢されることになった。おかげであなたは組織に対して恩もなければしがらみもない。
ミツル君の身に起きた不幸には大衆の同情が集まった。そして実務でも有能となると一官僚としては力を持ちすぎているようです。He's awake now. 実際楠本さんは天下りの改革に組織の浄化と周りの都合に構わず正しいと思うことをどんどん実行してる。世論もそれを後押ししてて、もう大臣でさえあなたの顔色を伺ってるそうですね。そんなあなたを止めたい誰かさんが公安を動かしてるのかも。もしそういうことなら、私の敵は一人や二人じゃありません。その命令とあらば公安も従うでしょうね。公安というのは現体制の維持のためにある組織です。その体制を構成しているのは政治や経済を牛耳っている権力者たち。ただし彼らはそれぞれが違う理想や正義を持っていて、そこに多くの不都合や問題、つまりしがらみが生まれます。社会が人の集まりである以上、それは避けられません。そのしがらみを解きほぐすのが公安の仕事だと。そういう一面もあります。しかし世の中とはあらゆる価値観が混沌と存在しながら、それを継続させることが必要とされます。すべてのしがらみを紐解いていけば、その先はきっと国家の崩壊でしかない。なら公安の役目とは、むしろしがらみに縛られながら国家を安定させ継続させることにあるのです。つまり公安が守っているのは、そんな権力者たちのしがらみそのものです。だからそれにとらわれない私は確かに邪魔な異物なのかもしれません。Okay. 邪魔な異物か。なるほど。つまり体制側の人たちにとってはあなたが群れの裏切り者ってことになるわけだ。え？大人の偉い人たちにもいじめがあるってことね。ああ、だから奴らは楠本さんの弱みを嗅ぎ回ってたんだ。そして河合信也が姿を消したことに気がついた。そのきっかけになったのが多分江原明宏の件です。ご存知ですよね。ええ、現役警官がどうやら息子を死なせたいじめ加害者に復讐を果たした。それを聞いてあなたの敵のうちの誰かがふとこうひらめいたのかもしれません。だったら楠本玲子は自分の子をいじめた加害者をどうしただろう。公安はそれをきっかけに動き出したんじゃないですか。江原の件が発覚してからすぐの頃、 RK という半グレが神室町で河合信也の消息を探ってました。その結果、奴らは5年前に河合が拉致され、おそらくは殺されたと気がついた。私は復讐なんてしてません。 Naturally, she wasn't going to divulge any secrets having just met me, and I don't have enough evidence to make her talk. 公安は河合の失踪を知ってもまだ半信半疑だったはずです。でももしそこにあなたが関わっていたとしたら、儲け者です。彼らは念願だった楠本玲子の弱みを握れる。あなたの話はいつまで続くの？調べを進めた公安は、やがて楠本満と江原敏郎へのいじめに共通する人物がいると気づいたんじゃないでしょうか。それが沢先生です。彼女は満君の元同級生で、江原敏郎を教えていた教師でもあった。おまけに直近では江原が殺した三越芝の教育実習まで担当してたんです。間もなく RK は偉人町まで来て沢先生の自宅へ押し込んでいった。多分その時彼女の口から桑名のことを聞き出したんです。沢先生は桑名が三越芝殺しに関わってるんじゃないかと疑いを感じていたようです。そこへ来て RK の相馬って男はプロ並みの尋問をします。暴力と恐怖で
知ってることは何もかも喋らされる。楠本さん、彼女が殺されたことはご存知でしたよね。桑名との電話でもそう言ってたはずです。あなたはあの人の仲間じゃないんですか？彼は私に迷惑がかからないようにすると言ってました。二度と連絡しないと。Yeah, but they needed to do something. 俺と桑名は一時休戦中の商売敵です。仲間とは違います。She's been flustered since I mentioned Sava since his name. This is my chance to ask her questions I can't ask anyone else. Koan からあなたのところに何か接触は？誰か不審な人物が近づいてきたりとか。心当たりはあります。なんていう人ですか？そいつの狙いはあなたの弱みを握って操ることだと思います。もし本気であなたを排除するだけが目的なら、最悪事故に見せかけてって手もあるでしょうから。ええ、そうですね。もし心当たりがあるなら教えてもらえませんか？連中の狙いが何なのか。彼らの狙いは厚労省が管轄する年金を動かすことです。Okay. 年金？国民が積み立ててきた年金を厚労省の独立行政法人が運用しているんです。その金額は約160兆。え？それをもっと利益が出るようリスクを冒してでも運用しろという勢力がいます。 Yeah, definitely. 要するに厚労省に国民のお金で博打を打てと。それが死にゆく日本経済を立て直す最後の手だと彼らは考えています。この国の未来のために。そういうもんなの？もちろんうまくいけば大変結構です。ですがもし博打に負ければ国を信じた人々の老後に私たちは何の保証もできなくなる。だから厚労省はずっとリターンは少なくても堅実な運用を大方針としています。なるほど、話が見えてきましたよ。 It's not your money you're gambling with. 嘘でしょ。ちょっと置いてかないでよ、ヤガムさん。連中の狙いは年金を博打に近い運用に変えさせること。日本の経済を再生させるためにね。で、楠本さんは今大臣でさえコントロールできないっていう事務方のトップだ。そんな人が働きかければ年金運用の大方針も変えられるかもしれない。やれるとしたら今の楠本さんだけだ。実力があって国民からの信頼も厚い。別の新しい事務次官がやろうとしたってそれこそすぐしがらみに潰される。だからその弱みを握って操りたいってこと？Okay. ああ、しかももし160兆の博打が失敗したときには全部楠本さん一人のせいにできる。なるほど。それにしても160兆ってもうそこまで具体的な話で接触を受けてるんですか？かもしれませんね。Maybe they even tried to do something with the former public Ministry of Health minister. And yeah, no, I don't think that was something they really wanted to have her in that position. So let's ask about his son. 息子さんは今どういう状況なんですか？いつ目を覚ましてもおかしくない状況です。問題は。それが13年間ずっと続いていること。 And he would wake up being 28. そうですか。今年になって東都大病院に転院させたんです。少しでも目覚める可能性が上がるならと思って。でも結局やってることは前の病院と大差ありません。私には待つことしかできない。河合深夜のことを聞かなきゃなりません。5年前にあなたはその手で彼を殺しましたね。河
河合に対するあなたの気持ちはわかります。でもどうしてもやらなきゃならなかったんですか？北方先生と話したならあなた方はビデオの件も知ってるはずですよね。ミツルが受けた仕打ちを。ええ、河合はともかく他の生徒たちは知らぬ存ぜぬで何の責任も取らず気の毒そうな顔してミツルの病室を見舞いに来てました。でも今にして思えば彼らはミツルに目を覚ましてほしくなかったんでしょうね。だから様子を確かめたかったんです。なのに私はあの子たちに頭を下げてお礼まで言っていた。北方先生がビデオを見せてくれたのはそのずっと後です。その時彼らに何も罰が与えられていないのは間違いだと分かりました。だから連中を泥沼に引きずり込んだ。全員に河合を殺す片棒を担がせて。そこまで分かっているならこれ以上私に何を聞くんです？分かりました。改めて言いますが俺たちはあなたの敵じゃありません。でしたらもう降ろしてください。何か桑名に伝えることはありますか？あります。すぐにどこか遠くへ逃げてほしい。公安に目をつけられた以上捕まるのは時間の問題。国内にいたらどこであっても危険です。もし彼が公安の手に落ちたら知っていることは全て引き出されます。拷問とかされちゃうってこと？ええ、その時は多分絶対表に出ない場所で。おうおう、誰だって耐えられません。洗いざらい喋らされるでしょう。そして私も弱みを握られ公安に逆らえなくなる。そうですね。きっと国民のお金は博打に回され、何より誰も厚労省の腐敗を立て直さなくなります。そうですか。でもそれが何なんです？え？あなたはやっぱり自首するべきですよ、楠本さん。殺人の罪でですか？でも私が殺したのは本当に人だったの？河合信也は正真正銘の人でなしだった。あなたはミツルが何をされたかビデオを見たんでしょ？北方先生のことを私はずっと憎んでいました。ミツルへのいじめを軽く見すぎた無能教師。でもそれが8年も経って私の前に現れあのビデオを見せてきた。そしてそこに映る連中を罰しなくてはならないと言った。ミツルのために絶対にやらなければならないと。あなたはそこで踏みとどまることもできたはずです。ええ、確かにそう。散々迷いました。いくら恨みがあってもそれは決して許されることじゃない。でも北方先生の言葉が頭から離れなかった。だから私は河合が神室町で働いていると聞かされ見に行った。河合はミツルの飛び降りの直後私に涙を見せて謝罪したんです。会うのはそれ以来でした。あいつが私を見て凍りつきまた一言謝ってくればそこで踏みとどまれたかも。そうはならなかったな。ええ、あいつは私の顔を見てもまるで誰だか気がつかなかった。それどころか、well, that's some, one thing. 若い男に言い寄ってきたおばさんだと勘違いしてた。お小遣いをくれれば遊んでやるよって。 OK, yeah。 やっぱり謝罪の時の涙は形だけだった。そんなこともちろんずっと前から分かってたけど。 And that's what made her snap。 私はあいつを殺しちゃいけない理由を見失った。
ミツルをいじめてた他の子たちは命が取られないだけ感謝してほしいくらいだから、私は自分に償わなきゃいけない罪があるとは思えないんです。だいたいずっと目覚めない息子の顔を毎日見てるのに、これ以上私に何をしろっていうの。桑名もそう言ってましたよ。でも今言ったのと同じことを彼女にも言えますか。これは沢さん、あんたたちは憎い相手を殺してうまいことやったつもりだろうが、その結果起きた彼女の犠牲からは都合よく目をそらしてる。俺は以前、誰かの正義に他の誰かが犠牲にされるのを目の当たりにしたことがあります。だから同じことを黙って見過ごすわけにはいかないんです。このスマホは盗聴されていません。もし自首する気になったら、これで俺たちにも連絡くれますか。こっちの話は以上です。But will it not be suspicious that for whatever amount of time this was, there was nothing she said? And now suddenly she gets into a cab again?車、ここでいいの、ヤガムさん。ああ、桑名と話しに行く。楠本玲子に会ったことをさ。多分怒るよね、桑名さん。勝手な真似したなって。ああ、だからお前は一緒じゃない方がいいよ。そっか。じゃ、お言葉に甘いまーす。Okay.I'm in Ichinshu. Is there? Oh, there's the step by step thingy. Okay. Yeah, and that's the Paradise upgraded one. Yeah, nothing new. So I'd say it's fine. What about health? My health is full.Skills are fine too. Yeah, I think that's it for this episode. Yeah, a lot of story exposure. I'm sorry for that, but it's a Uruka Kotoku game, so yeah, very long cutscenes and a lot of story exposure are part of the course. I want to thank you guys very much for watching. If you're watching this on Twitch, then please stay a bit longer, and I hope I see you again in the next episode of Ogopower. Bye bye.